こんにちは、ビハニア株式会社の松村です。今回も業界のニュースをお伝えしてまいります。パチンコ界のアイドルマリンちゃんがボーカロイドになり進化ということで、こちらですね、パチンコの海物語って、ご覧、知っていらっしゃる方もですね、多いかと思います。あるいはですね、そんなに、詳しくないという方もいらっしゃるかと思うんですけども、今回ボーカロイドとなりましたというお話ですね。ボーカロイドもですね、初音ミクから始まり、今もですね、人気なコンテンツの一つになっているんですけれども、やっぱり何でしょうね、ボーカロイドとかってそれ自体のコンテンツの、発信力が非常に強いので、そういった意味でもですね、パチンコっていうようなところで、一つですね、抵抗を感じてしまう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、馴染みがですね、増えるためにはですね、かなり有効な、コンテンツになってくれるのではないかというところでですね、かなり期待できるかと思います。そういったですね、ものがやっぱり増えていってですね、パチンコ自体もですね、お金は確かにかかるんですけれども、それ自体が、善か悪かってそういう話ではないと思いますので、ぜひともですね、親しみがない方は一度触れてみていただければ、そのですね、楽しさというか、そういったものをですね、見出していただける方もいらっしゃるのではないかと思います。弊社もですね、アニメ、ゲーム、漫画業界の求人サイト、ラクジョブということでですね、求人情報をさまざま掲載しているんですけれども、やっぱそこに紐づいてですね、パチンコ、パチスロ、有機系のですね、求人のお話も今増えてきております。で、実際そちらの方もですね、クリエイターさんにとっては、労働環境としては非常に働きやすいという側面もございます。どんなものに関してもですね、ちょっと一面的にだけでなく、いろんな要素をですね、鑑みて、ちょっと見てみるとですね、新たに見えてくるところもあるかと思いますので、ぜひとも興味のある方いらっしゃったらですね、一度ラクジョブで検索してですね、求人の方もご覧になってみていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。